はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書5章テスト対策やっていきます。で、前々回やった角度の問題、続きですね。本編の方で角度あんまやってなかったので、また4問やっていきます。なので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとわかんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、角度の問題なので、ひとまず1番はね、例えば問題見るじゃないですか。あ、オッケーオッケー、ここ一緒だから、じゃあこう出してこう出して、よし X 出そうぜみたいな、道筋が見えたら一番かっこいいんですけど、基本的には地道に分かる角度を書き込んでいきます。で、 X までたどり着けるかどうかの勝負だからね。で、まず1番に関しては AD イコール CD なので、こことここが長さ同じってなった瞬間に、あ、オッケー、二等辺三角形来たわと思ってください。で、二等辺三角形が来たので、ここも48度です。あ、同じね、定額がね。で、その48度使うかどうかわかんないけど、ひとまず書き込んでおくといいです。で、次が CD、 こいつは各 ACB、 ここねの二等分線なので、こことここは同じ角度、つまりこの下も48度なんです。いいかな。ってことは、ここをつなげると48が2つなので、ちょっとバツにしちゃっていいかい、96度ってことがわかります。そうすれば48、96で大きな三角形でね、見たときに X は全部中で180度だから、180から引く48と96を足したものを引くと。で、足すと、はい、見過ぎたくないね。144か？これちょっと待ってね。怪しいな。あ、144だね。ってことは、X イコール36度と。これで終了となります。で、角度の問題やるとき、いつも自分が言うんですけど、角度の問題の解き方、アプローチの仕方っていうのは一通りじゃないんですよ。だから自分が今解いたのと、あれ？途中ちょっと違うんだけどってなっても全然気にしなくていいです。答えがちゃんとたどり着けてれば。もちろん途中で、これ、50度じゃねみたいな。勘が入っちゃったらちょっとダメだけど、基本的に根拠がある道筋だったら気にしなくて大丈夫です。いいかな？で、次2番行きましょう。で、次は平行四辺形ですね。で、あと BE と CE が一緒。こことここが同じ。なので、二等辺三角形がまた出てくるから、ここね。ここは同じ52度です。屋根が同じだから、下の部分の角度同じだからね。で、こっからなんですけど、多分こっからのアプローチの仕方は多分いろいろあると思うんですが、平行四辺形出てくるじゃないですか。で、平行四辺形の角度で覚えてほしいことは2つです。ひとまず。もっとあるかもしれないけどね。ひとまず2個覚えてほしくって、平行四辺形っていうのは、向かい合う角度。つまり、こうなったとき、こことここの角度同じです。向かい合う角度ね。で、ここ。対角ですね。ここの向かい合う角度も同じになります。まずこれは絶対覚えてください。で、もう一個便利な技があって、平行四辺形の時に隣り合う角度、こことここ。もちろん上と左と、右上と左上でも構わないですけど、隣同士にいる角度を足すとね、絶対180になります。つまり、右上が60度だったら、ここ120度です。いい。で、こっちも120だし、こっち60っていう。だから、一箇所の角度が分かったら、平行四辺形全部角度出てきます。一瞬で。これ覚えておいてください。で、なんでそれを言ったかっていうと、そうすると、今ここ79度ですよね。ってことはさ、この右下、ここです。全部ね。は、180から79を引いた101度になります。右上が79だからね。で、今、この部分52って分かってるので、101から52を引いたら X 残るでしょ。つまり、X は、101から、52を引けばいいので、イコラセした。49度。これが答えになります。平行四辺形はね、ほんとよく出てきますんで、この2つは最低覚えてください。
で、次はひし形です。ひし形もね、ま、自分のイメージだと定期テスト1問は出るかなみたいなイメージがあります。角度がね。で、まず ABCD がひし形で、ごめんね。AD と AE、ここの長さが一緒です。で、ひし形の特徴っていう、ま、特徴を覚えてください。ひし形っていうのは、まず外の辺の長さは全部同じです。ここ。今書き込まないですけど、ごめんね。全部同じになってると。で、あとは、平行四辺形と同じで、向かい合う角度。こことここは同じです。この角度は同じだし、こっちも同じ。で、隣り合う同士。足すと180っていう、平行四辺形の特徴を全部持ってるので、いいかな、そこも同じだと。じゃあ、まず、ここ40度って、分かってるから、二等辺三角形の上の部分が40度だと。ってことは三角形全部で180度ですよね。40度使っちゃったから残り140度残ってると。で、それをこことここ同じ角度だから2つで分ければいいので、140÷2 をすると、ここもここも両方とも70度ってことが分かります。二等辺三角形だからね。で、こっから何をするかっていうと、まあ、自分がね、やった方法は、まず、どっち行こうかな。ここですね。ここ、70度になります。で、これはですね、ひし形っていうのは平行四辺形と同じように、向かい合う辺。これ平行になってます、こことここ。だから、よく自分はね、平行の、あと、錯覚の Z って言い方をしますけど、Z のね、ここに Z ができると。で、Z の尖った部分の角度は錯覚の関係で同じになるので、ここも70度が分かります。で、もう一個。さっき言ったように、ひし形っていうのは外の辺の長さが同じなので、全部。つまり、こことここ同じって書きましたけど、こことここももともと同じなんですよ。ひし形だから。ってことは、今、こことここ同じだから、こっち側の三角形も二等辺三角形なんだよね。で、てっぺん、頂角の部分が70度って。わかってる。ちょっと書き直すね。70度。で、180から70引くと110残ります。で、その110を2で分けたのが、こことここに来るわけだから、つまり、まあ、110÷2をすると、55度と。これで X 求められます。自分これでやったんですけど、多分ね、もうちょっと簡単なアプローチありそうなんですが、ちょっと自分がやった方法で紹介しちゃってね、申し訳ないんですけど。まあ、こんな感じで。で、ラストです。また平行四辺形ですね。あ、ごめん、これ平行四辺形って書くのを忘れてしまった。申し訳ない。これちょっと後で何だっけ、概要欄に書いておきますね。申し訳ない。で、これ、CD と CE が同じです。ここか。ここと、CE なんで、ちょっとこの書き方でいいかな。ここが二等辺三角形になってます。つまり、二等辺、まあ、いや、ちょっとね、反対向きになってますけど、二等辺三角形なので、ここ、62度です。これ62度。で、BFC が90度、ここ90ですね。ってなっていると。で、自分がやった方法なんですけど、これ、ここ62でしょ。ってなると、ここがね、62度っていうのがわかります。これなんでかっていうと、また同じです。平行四辺形なので、平行ですよね。上と下。だから、逆 Z の方に、あ、ごめん、なりますけど、錯覚の逆 Z が使えるので、尖った部分、同じ角度ね、錯覚だから。だから、こことここの角度同じで、62度が出てきます。で、そうすると、ここの角度がまず出せます。なぜなら、下の三角形、62と90分かってるから、足すと152です。で、180、三角形のね、全体の180から152を引くと、ここ、28度なんですよ。もちろん分かる角度ずっとどんどん埋めてるだけなんですけど。で、どうするか。これ、もともと平行四辺形なので、ここの62度と、ここの62度同じになります。対角だから。まあ、向かい合う角度ね。ってことは、X は62から28を引けばいいので、34度か。これで、
終了となります。ごめんね、最後ね ABC で平行四辺形書き忘れちゃったんですけど、まあ、平行四辺形が出て、角度の問題で出てきた時っていうのは、その向かい合う角度が同じっていうものと隣り合う同士、隣り合う角度を足すと180っていうのは非常に使いやすいし、よく出てきます。なので平行四辺形が出てきたら、それ使うんじゃねえかなっていうふうにまず思ってください。で、まあ、この問題も、この問題もそうですけど、平行四辺形と二等辺三角形をコラボした、一緒に出てくる問題っていうのも非常に、出されるタイプの問題ですので、ぜひ、まあ、こんな感じで解いてもらえたらと思います。では、今回はね、この4問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。いつもコメント本当にありがとうございます。古いね、動画とかもあるので、なかなか全部読み切ってはいないんですけど、こうたまにこう見開くとすげえあったかい言葉があって、嬉しいっす。はい。っていうね、どうしてもお礼が言いたくなったんで言わせてもらいました。はい。ということで、じゃあまた次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。